怪人マクドナルド。なんか言えよ。マックポテト大食い対決。ブレイハブ、ブレイハブ、バランタパンパス、バイオハザード5のチェンソーとか。これ油やべえ、めっちゃめちゃ髪が気持ち悪い。ザルマ。さあ今日はなんと M サイズ20個。せーの、じゃじゃーん。マックのポテトといったらジャンクフードですよ。あ、そうだね、イコールアメリカ。アメリカを食ってる誰？おデブチンばっかでしょ。ああ、今回僕の勝ちです。ありがとうございます。ありがとうございます。これ子供の頃マックポテトしか食えなかったんですよ。早速やっていきましょう。はい、レッツタラバカマックアイラブミー。ドゥドゥドゥン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 ドゥデブです。やっぱりマックといったらみんなバーガーをイメージするでしょ、うん、あ、まあ、じゃないんだよ、ポテトが一丁目んだよ。おーおー、お前似合うなー。意気込みをお願いします。すまんて。じゃあ、じゃあ負けっていうことでいいの？なんでごめん、俺今日やばい、全然やばいと思う。カメラを回せ。回してんだよカメラ。回せ。回してんだよ。回せって言ってんだろ。回してんだっすね。大食いの食い方がありますから。あー、そうか。かのスマップのね、香取慎吾もこう食ってました。はい。おポテトの売り上げ下がるよ。あのね、結構ね、長期戦になると思います。あ、そう。だいたいここで1個もうさっくも。いや、これきついよ。そう、バカー。はい、大器1個完食。ふにゃふにゃうめぇ。ノリマネージャー、はい、あの、ちょっと3つぐらい頭引いてもらっていいですか？あ、オッケー。お前ケツでとんねん、お前リボンか。はい、調味料タイムです。はい、持ってきました。オッケー。1個完食。おお、やばい。あ、小林だけ、小林だけ、小林だけ。あ、小林だけ。そんなことしたら無駄な動き多すぎや。これ、この M、うん、実はこれ M じゃないんですよね。これ3なんですよ。マックの一番嫌いや、この時間。マック、はい、2個完食。はい、2個完食。マックの看板あるね。CDEFGHIJK。 そろそろ心折れろや。全然折れへんやんけ。アルファベットでまだ折れへんのかい。東海さん2個目、2個目完食。僕このごまわさびドレッシング、この味はどうかいかに。次回いかねえよ。勝利の必勝法分かりました。なんでしょう。割り箸をください。うまい割り方ってあんだけど忘れてほしい。割り箸でかぶっとんねん、お前。俺がそんなことしとるからお前家族おらんねん。俺らは家族だ。そうだ。で、これ握手しないのやめて。いや、これ握手しないのはこう塩だらけになってるのを相手につけないようにっていう気遣いだから。1個あげる。いらねえよ。じゃあ、あの、僕マクドナルドあるある1個だけあるんで。はい、1個だけある。うん、 CCB のあの、ロマンティックが止まらない。あら、うん、マクドのあるある、言いたい。マクドのあるある、あるある、を早く言いたい。早い。マクドは100円で大体買える。買えねえんだよ、100円で。あ、じゃあ俺ターボのあるあるよ。ああ、いいね、いいね。じゃあチャラ減ったらあれ、トゥルルルルルルルターボー、はい、家族いない。やめろ、言えば言っちゃってんだろ。途中経過3対4。どんなのやん。あ、そう、店員あるある言うよ、マジの。お、俺ね、冷めたやつオーブンでやるとめちゃくちゃ美味しくなる。おお、マジ。お、見た見たよ。デレレデレレデレレ。マクシマムザホルモンがやってる。え、共演できたよね。できたよ。うん、デレレ。もうもういいわ。うるっ、ホルモン来た来た来た。ありがとう。やばっ、やばい。うわうわ、これやばいぞ。できたでや。これね、復活すんだよマジで。お前何腕につけてる。これこれね、俺脱毛したくて、うん、脱毛してるんですけど。これ話の台剥がしてやる。いきますよー。あーいけ、うぇー、もう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 、これ一個失敗したことがあった。俺さ、マヨネーズとかさ、ドレッシング使ったじゃん。濃いのばっかりで食べちゃったから。そうそう、だからもう僕が調味料出しては食えませんと。というわけで、チキチキ電気取るだけ味なし食えるか選手権。さあ、このゲームはですね、味なしで大気がどれだけ食えるか、こうすることによって早く食えよ。はい、一本目。おー、いいね。23、23でね。出て
十二。ああ、落としたからグー、まあ、人にはさ、そうやって落としても食わせるの。そうだね。だろ、分かってるってそんな顔してたら、うん、お嫁さん嫌われちゃうよ。5段階中、満腹中枢はそうだね、満腹中だよ。いや、だゼロですよ、だからえ、それ何なの。お前何なんだよ。ゼロ本当は何。本当は 2.5 ぐらい全然いけない。はい、6個目終わり。だからこれ要するに、じゃあ俺が10個食ってラストこいつ1本食えば勝ちる、はい、俺は真実が見えるエンペラーイ。ピンピン、作戦だけどさ、器に盛る。ポテサラでしょ、今日。うわー、ちょっともう何やってんの。食堂です。スタ今日のミッションはターボを混ぜ出すことだ。そして俺が同率にする。あ、だから今日は俺は恐竜になろうと思っている。はい、まあ、できたぞ。すごい、なんか大なってない。 M1 個分がこうなってました。大ない、なんかこれ結構やめた方がいいと思うよ。やめよ、お前。もうやめよ。騙されたようだ。いやあ、あ、お前も恐竜。恐竜なら混ぜ出すよ。ジョイーン。いいね。さあ、7完食でございます。ポテトサラダが食ってみようかな。いただきます。うわっ、うわ。おい、ん、何止まった。あれ、声が遅れてくるよ。来てねえ。なに、これ食べるとつまんなくなる。こちらつまんなくなる。俺が完璧なの。お、はい、こちらです。絶対うまい、絶対うまい。俺のより100円うまそうだな。だけに、うん、ちょっと一口いただきます。100円うまそうやね。うわー、うまい、うまっ。これ、ね、あ、うまい。ちょ、マジポテサラマジでうまい。ポテサラ作ろう。よっしゃ。さあ、そろそろポテトサラダ来るかな。呼んでみましょう。せーの、ポテトサラダ。あれ、反応がないな。褒めてあげればいいんじゃない。さあ、かっこいいポテトサラダ作ってくれてる人が。あとこれだけです。これ9個目。9個目、これ連携目だ。ミキサーが甘かったね。さあ、ラスト、これを食って、そしてヤツの1本食えばもう勝ちだ。そう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 。こんないい試合をするとは。やばいね。めっちゃ気持ち悪いやん。あ、俺のお茶は？これタコの茶。あ、タコの茶。めっちゃ気持ち悪いやん。おい、デブ。なんで俺？どうする？何もしないよ。大阪。大阪ってね。あー、やべ。あー。あ、天に召されてる。首ある、首ない。おー、ふざけとる。ちょ、止まり、やめて。俺、リアルにもう終わるで、そうそう。なに、やばいぞ、大輝。いやー、でも、きつい、もう。くっそ、マジ、後疲れる。しゃー、わー、あー、行った、10個。え、ガチ行った行った、僕のガチ。マジで。あれ、ほらあんまりやるやんけよ、お前。いや、ラスト行きまーす。あー、うっ、行った、行きました。無理だ、無理だ、一歩奪い。やべ、実力講師だ。これはうざい。まあ、これはね、これはうざい。まあ、やる。あ、勝てやん。はい、終了。はい、ということで10対9でターボの勝利。いや、また離されましたね。俺がもうちょっと追い、もうラスト1勝でもう追いつけた時また話してくるじゃん。そういうことで、もう俺ずっと、もう本当に、ん、本当に、あ、ダメ、本当に、本当に、ダメ、いや、本当に、本当に、ね、はい、手出ます。面白かったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いします。次回の音楽会でお会いしましょう。バイビー。バイビー。